来た。あ、いいです。これでね。で、これで。もうちょっと待って。こんな感じで。はいはい。で、電源入れますね。うん。今6軸なんで3軸で大打角よくわからない。あ、こっちか。よくわからない。飛んでみやんとなんかわからない。わからないですね。あ、タイヤは？タイヤ、はい、タイヤ外しますか？タイヤ外す。はい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 。まっすぐ押さえて。あ、あ、あ。パチンと、はい、はい、ちょっと走ってもですね、受けます、ね、あ、それで、はい、走って上に向けて、あ、まっすぐだ、まっすぐ、はい、はい、叩いて、お、開いた、開いた。難しい。遅れて。これ大打角。微妙な位置がないねエルロンの。そうです、ね、ドンって入ってしまう、ね、そうですどう飛んでるか分かる。あ、今なってきた。これは落としたはずなんで、三軸の小打角の方で飛びやすいかな、うん、でもスロットルは常に前回。そうですね、全開時に、うん、あの急降下しなければ水平率がこう7割ぐらいで8割ぐらいで、うん、スロットル言ってますけど、そこからこの急にエルロンが入るからチャン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 難しいですね。ちょっと風が強かったら向かい風になってやっぱしんどいかな。そうですね、こっち向いた時に。難しい。
あ、ロール。ロールはできんね。すげえ。向かい風で安定させたら、うん、ここから行きますね。もうなるほど、取れてるかどうか分かりません。もうアップは無理なんで引きで。今取ったかな。おお、ナイス。これでもやっぱ上手いと人が飛ばすと飛ぶやんね。なんとかね。なんとかなんとかなんとか。あ、ごめんなさい。ああ。うちでも潰れない。潰れないですね。はい、バッテリー大丈夫。なかなかあの投げた時に落ち込むのが怖いからもう難しいね。誰がこんなん打ったんね。打ったんねって。おお、なかなか。え、説明書には何分？ 10 分？ 12分ぐらい飛ぶって書いてる。でもやっぱだんだんパワーがなくなってきてるのが、ね、感じられる。何コマかエレベーターの取るのアップにしたんで、はいはい、飛ばしやすくなった。あ、ハンドキャッチしますか。はい。キャッチする。ハンドキャッチ。これは難しい。少々のことがない限り潰れない、ね、潰れないですよね、うん、はい、その辺はね、はい、いいかもしれない。はい、以上です、はい、ありがとうございました。